アナスタシア、ニコラエヴナ、ロマノバは、最後のロシア皇帝ニコライ2世とアレクサンドラ皇后の第4王女として、1901年6月18日に生まれました。彼女は、1917年のロシア革命の混乱の中で、家族と共に捕らわれの身となり、翌年の1918年7月17日にエカテリンブルクで銃殺されました。アナスタシアの生涯は多くのミステリーと伝説に包まれています。彼女の死後、アナスタシアが実際には生き延びたのではないかという説が浮上し、多くの女性が彼女であると名乗りを上げました。その中で最も有名なのはアンナ・アンダーソンですが、1994年の DNA 鑑定により、彼女がアナスタシアである可能性は否定されました。アナスタシアの家族は、ロシア革命が起こる前、第一次世界大戦中に看護師として活動していました。アナスタシア自身も幼いながらも、負傷兵を慰問するなどの活動をしていましたが、革命後は家族と共にシベリアのトボリスクに監禁され、その後エカテリンブルクに移されました。最終的にボルシェビキによって処刑されましたが、彼女の遺体は1991年に発見され、2000年にはロシア正教会によって列聖されました。1901年6月18日、アナスタシア、ニコライブナ、ロマノバはロシア帝国のペテルゴフで生まれました。彼女は、ニコライ2世とアレクサンドラ皇后の第4王女でした。1914年、第一次世界大戦が勃発しました。アナスタシアの母と2人の姉、オルガとタチアナは、赤十字の看護師として働きましたが、アナスタシアと妹のマリアは、若すぎて従事できなかったため、サンクトペテルブルクの病院で負傷兵を慰問しました。1917年2月、ロシア革命が始まりました。3月2日、ニコライ2世は退位し、ロシアは臨時政府によって統治されることになりました。ロマノフ一家は監禁され、最初はトボリスクに送られ、その後エカテリンブルクのイパチェフ館に移されました。1918年7月17日、アナスタシアとその家族は、エカテリンブルクのイパチェフ館で、ボルシャビキによって銃殺されました。アナスタシアは、当時17歳でした。1991年、エカテリンブルク近郊で、ロマノフ家の遺骨が発見されました。この遺骨には、アナスタシアの両親と、3人の姉妹が含まれていましたが、アナスタシアと弟アレクセイの遺骨は含まれていませんでした。2007年、エカテリンブルク近郊で、新たに発見された遺骨が、アナスタシアとアレクセイのものであると確認されました。これにより、ロマノフ家の全員が殺害されたことが確定しました。2000年、ロシア正教会によって、アナスタシアとその家族は列聖され、新知名者として崇敬されるようになりました。1997年、アナスタシアの生涯に基づいたアニメ映画、アナスタシアが公開されました。この映画では、アナスタシアが奇跡的に生き延びたというフィクションが描かれています。アナスタシアの物語は、数多くの映画や書籍、ミュージカルの題材となり、伝説として語り継がれています。その中でも特に有名なのが、アニメ映画、アナスタシアであり、この作品によって彼女の物語は、広く知られるようになりました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良かったという方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。